街並み観光ガイドとかあったんですね。SL 展示？SL 展示なんてやってんだ。そことか気になりますね。さっきの道をスーッて行ったらいい。あ、まあ近そうだな。佐渡南とか地名も面白いですね。船屋とか、船屋って何なんでしょうかね。この辺り川でなんか川下りと川の奥へして物流に使ったりしてたんでしょうかね。あの木をね、材木を着てと川で流すとかっていうのは結構ありますもんね。あの北山村とかで、ね、ちょっと行ってみましょうか。 SL 展示ってちょっと気になりますよね。特にここに案内も出てないですけど、気になってやっていきましょう。あの地図の感じやったらここツスッといただけそうですね。こっちも道が開けとるし、たこ焼き屋さんがある。こっちは多分京風たこ焼きでしょうね。こんなとこに観光案内所あるんですね。1日フリー乗車券。何の乗車券？観光案内所、街角観光案内所。大仏鉄道って聞いたことあるわ。多分 YouTube 調べたら出てきますね。大仏、いや、あんまり大仏をされると、あの京都感がなくなって奈良感になってしまうんだよね。ここはあくまでも京都ですからね。あんまり大仏をされると辛いところはありますけど、でもあれなんですね、大仏鉄道はそうなんですね。奈良からこっちの方の木津川かどっかの方結んでたんでしたっけね。40何分ってなってます。まだ30分近くありますからね。あまりじっくりは見れなさいかもしれませんけど、これはさすがにもう一本逃すと辛いからな。最初から言っときゃよかったですね。でも向こうは向こうであれ取れたからな。あの駐車場は100円均一、100均らしいですよ。何の100均なんだろう。日曜日開催。あるある、なんか置いてある。こっちの方にあったな、今。これだ、C57、56、生体保存。こんなところで、これは案内ないとわかんないわ。もしかしたら電車から乗っとったら、あれ、あの SL って何なんやろってなっとる方がいるかもしれませんけどね。普通の住宅地ですもんね。こういうの見るとすごくいつからあるんやろって気になりますけどね。これ相当古そうですね。ねえ、線路内立ち入り禁止ってなっちゃいますけど。おお、いるよいるよ。なんだなんなんだこれは。お、少年サッカーやってるな。小学校の横なんだ。あんまり小学校の横だとニヤニヤしながらカメラ回しとった怪しい人ですけど、いや、これちょっとニヤニヤしちゃいますよ。これは、いやいや、小学生にニヤニヤするんじゃないですよ。これね、すごい C57 56、昭和13年川崎車両製造ってなってますね。奈良機関区。すごい。なんでこんなところに置いたんだ。なんでだ。蒸気機関車、この前あそこ貨物用の蒸気機関車でしたけどね、あの三岐鉄道を見に行った時にもありましたよね。すごい、すごい、すごい。C57、56、1937年。これ、戦争に突入しようかって時にね。その力で走る状況ですね。なんかもう200両ね。スピードの速さと伝えますね。急行列車を引いて速く走るために、車輪をつけるものだと伝えもくれました。だから、クレームは貴婦人。そうだったんですね。上品な。同じ人のような感じがするのだそうです。この間も自慢の人です。私の働いていたのは、すぐ横を、通っている関西本線で走ってたんですね。急行列車はところで、当時は走ってたんですよね。なんかすんごいオーバーキルなサービスやってたらしいですよね。近鉄と東海道新幹線、東海道本線とね、近鉄とね、三つどもえだったもんでね。で、
どうしても距離でね、時間がかかってしまうね、ところなんで、価格面とね、とにかくめちゃくちゃとんでもないサービス良くしてとかね、いうようなことをやってたらしいですけどね。私ね、電車見たら走られるけど、これのビートみんなを見守ってる。で、この横を、今まさに関西本線で、まあ今、大和機械と、大和機械って言われます。あ、これいい絵だ。これいい絵だ。これいいな。いやー、いい絵撮れましたね。いやいやいや、これ鴨駅があれなんですね。やってるんですね。で、ことには、ゲームの名称を大切にしてくれたら嬉しいなってことで、ね、小学校の横にあるんでね、ぜひね、近隣の皆様に愛されるね、ってもらったらいいんじゃないかなと思います。本当、大きいですね。車輪でかいな、今の鉄道車両でこんな大きい車輪ないですもんね。100? 私の背丈並みありますよね。すごい。これはすごい。車輪の高さが、私の目線がここですからね。すごいわ。いやー、大きい。1960年くらいまで多分監査役してたはずですからね。これは何なんでしょうね。当時のパーツなんでしょうね。ね、ぜひ、関西本線ね、来たことにはぜひね、皆さんも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。いやー、いいの撮れた。さっきの説明読んでたところからの流れのあれが良かったな、いやー、やっぱちょっと歩いてみるもんですね。へー、鴨駅面白いじゃないですか。こっちで撮っとかないとね。何せね、あの鴨駅はね、車では行きましたからね、チラリと言ってね、映像がね、ワイプで乗ってると思いますよ。こんな感じですからね。何も撮るところないのも確定してますからね。何せさっきね、島ヶ原とかでね、地雷とね、郵便局とか映してました。郵便局まで行くのに多分歩いて片道20分くらいかかるんじゃないかな。いやー、ね、結構離れた位置でしたもんね、あれ。やだなぁ。やだねぇ。なんで、カモからカモなんて行くんだろうな。あ、仕方ない。本来はあれか、東西南北を行く企画やったりか。あ、そうだ。三重の東西南北を行くついでね。そうそうそう。鴨駅やったってね、名前聞いた時にすぐに浮かぶよ、よかったんですけど、私もね、ふーっとそう、でもなんか聞き覚えあるなと思ったら、そうだって。そうそうそう。あとはね、関西本線はね、兜駅っていう駅があるんですよね。兜駅と同じ感じで、和歌山の南海鉄道に片駅っていうのがあったりしてね。これもね、そろそろ年末あたり間違えちゃいそうですけどね。どうなることやら。まあ、コロナのね、影響とかでもまた変わってくると思いますんでね。まあ、なかなかね、この冬も、はっきりとしたことが言えないのは現状です。いやー、やっぱね、散歩はするもんですね。これは大和街道踏切。大和街道って言うんだ、ここ。ちょっといた、向こう側渡ったところにスーパーとかあるみたいですけどね。ちょっとスーパーで買う時間はないかな。はぁ、どうかな。時間20分。まだ20分あるな。もうちょっとゆっくり見てもよかったかな。よいしょ。さすがに小学校の横であんまカメラ持っとるとね、不審者感満載ですがね。ただでさえね、あの山田さんですからね。まあ、別に顔出し NG でやってるわけじゃないんで、顔出てますからね。他の動画見たらあれだと思いますけど。超明暗。でもこれはシャッターが下ろしてある感じかな。歩いた歩いた。どちらかというとなんか関西本線特集ってな感じなんですけどね。今のところは。これは多分駅前散歩にして出すんだろうな。で、鴨駅から鴨駅の、出すよって感じにあるのかな。どうしよう。まあ、この後のね、伊賀鉄道のね、撮れ方とかでもね、変わってくるでしょうから。よいしょ。何これ、ランプ小屋。何ですか、これ。鉄
大仏鉄道以降なのこれ。明治30年に建てられたの。古い。明治30年、1897年、120年ちょい。すごい。これが、そのやつなんだ。へぇ。ありますね。こっちは新しく作ったんでしょうね。すごい、新旧って感じですね。すごいなぁ。まあ、とりあえず、もう一回駅の中戻ろうかな。はぁ、あ。伊賀上なんかちょっと、でもちょっと、さすがに、ちゃちゃっと伊賀鉄道も行かないと。はあ、ここの1時間に1本逃したのは痛いですからね。